こんにちは、りょうこばあばです。今回これを編んだんですけど、これはショートブーツカバーです。長いブーツじゃなくて短めのねブーツのカバーに編んだんですよね。これは私が持っている本を、編み方は違うんですけど、本の中にあったのを参考に今回ちょっと編んでみました。長さもその本大体本の通りなんですよね。長さと幅はこれが長さが、この赤い方の長さが15センチで、幅が 11.5 センチぐらいの幅があるんですよね。全体で23センチですね。それでこれを編むときにやっぱりセンチをね、長さとか幅を同じにするために一応ゲージを取って編んだんですけど、表引き上げ編みと、これは裏引き上げ編みですか、これを交互に編みました。一応これでゲージ取って、目数が50目なんですよね。その幅にするための目数が50目になりました。でこれはメランジの年末に雑貨ストアーズさんで買ったんですけど、メランジの波太です。でアクリルが 82% 毛が 18%。 ダイソーさんでね買った時はもっとこう太かったから、同じかなと思って買ったんですけど、ちょっと細いですねこれ。でかぎ針が5号から7号これは5号で編んでいます。これは47メートルしかないですもんね。ダイソーさんにね売ってあるメランジと思って買ったんですけど、全然違ってましたね。巻き数も太さも。これを10個買ったんですけどね。でこれで一応編んだんです。で目数が50目になりました。数が50目で、片っぽを編んだんですけど、もう片っぽはもうかなと思っています。でこの裾のね、これはモコカフェです。モコカフェで編みました。ダイソーさんですね、これはダイソーさんのモコカフェで編んでいます。で目数を50目作るんですけど、50目作って輪にして、裏山で細編みをしました。細編みじゃないですね、輪にしてから2段目から長編みで編みましたね。なんか説明がなんかごたごたになってますけど、一応鎖編みを50目作ります。目数を50目作って今輪にしました。でここから50目のこの鎖編みの裏山を長編みで編んでいきます。裏山を拾うのは苦手なんですけどね、裏山拾った方が伸縮がねいいかなと思って。
お正月は皆さん初詣とか初売りとかね行かれたと思うんですけど、多いですよね、どこに行くにしたって。だからもう私はもう人混み多いところにはあんまりこう行きたくないので、三が日はほとんど家で過ごしています。そして外も寒いですしね、寒いのも苦手だし人混みも苦手だし、なんかだんだんこう外に出るのが億劫になってきましたね。でも来年はパンドラハウスさんに行きたいと思います。皆さんのねインスタ見てたらもううわーこんなに買えるんだと思ってね、私がこういつもこう買っているようなことも買われたりしてたから、そこでね安いならその時に買った方がいいですよね。びっくりしました、あのインスタ見てすごい数だったからですね。まさかね、全く私知らなかったんですよ、パンドラハウスさんでそういうことがあってるとか。今までねネットとか見てなかった、あの YouTube とか見てなかったからですね。去年からちょっと見出して、ライブでもパンドラハウスさんに行くとか言ってあったからですね、どんなものかなと思ってたんですけど、すごい量の数をね皆さん買われてますよね。やっぱり編み物する人にはたまらないですよね、やっぱああいうたくさん買われるんだったらそっちの方がね、たくさん買ってたくさん編んで、だから私も家族に行ったら、いや連れて行ったのにって言われたけど、まあ ね年末にも買ってたからね、心の中で行きたいなっては思ってたんですけど、年末にケイト買ってるからなと思って控えてたんですけど、来年は家族に連れて行ってもらって行きたいなと思います。すぐそばにね、うちはあのすぐそばに天満神社があるんですよね。ほんと2、3軒先に神社があるにもかかわらず、私はもうどこにも行きません。娘たちは神社にお参りしに行きましたけどね、なんかおみきとココアが用意してやったみたいですけど、裏の和室からはもう窓越しにすぐこう神社が見えるんですけどね、なんか火を燃やし、なんか火を焚いてあったですけど、赤くこう窓越しに火が映ってたから、今年はどこも行ってないですね。家族がね、あの1日から暮れから泊まって、子供たちが暮れから泊まって、元旦も孫たちは元旦は来てなかったんですけどね、誰かしら三が日言いましたね。で3日の日はもうみんな集まってご飯みんなでねご飯食べたりしましたけど、で昨日が4日はもう主人と2人になったんですけどね、あやっと2人になったねって、静かになったねって言って日常に戻りましたけど、で今日から主人も仕事だったからね、やっと1人になったんですけど、一応あの一周長編み
長編みで一周しました。でここ次からは表引き上げ編みと裏引き上げ編みで編みたいと思います。次が裏引き上げ編みで、これを交互にしたらいいと思います。こんな感じでね、なりますよね。これをずっと最後まで15センチなるまで編んでいきますよね。こんな感じで一周していきます。表引き上げ編みと裏引き上げ編みを一周してきました。こんな感じでこれを全部で17段この編み方を編みます。そして編んだらこのだいたい15センチぐらいになりました。こんな感じで17段編んでいきます。17段まで編んできました。それで今からここの部分ですね、これはモコカフェで編んでるんですけど、これを編んでいきたいと思います。編み終わりじゃなくて最初の編み始めの方にモコカフェで編みつけていきたいと思います。針はですね、かぎ針の7号、こっちの方は5号針で編みましたけど、モコカフェは7号針で編んでいきます。ですね、モコカフェは全体が50目ありますので、最初編んで、次は一目置きに編んでいきます。一目置きに今一目細編みしましたよね。それで一目鎖編みして、で一目置きに細編み、そして一目鎖編みでまた一目置きに細編み、一目鎖の一目置きの細編み、一目置きの細編み、一目鎖の一目置きの細編み、これを一周します。一目置きの細編み、今一周してきました。モコカフェも一周で50目ですね。一目飛びに細編みしてますけど、途中でほら細編みした後に鎖編みを一目しますので、結局モコカフェも50目になります。で最初の目に今閉じました、引き抜いて。そしたらここから3段50目を細編みでずっと編んでいきます。一目立ち上がって最初の目に細編み、次も細編み、ずっと全部で4段ですね。最初編み始めから4段
います。モコカフェで4段編みました。これでだいたい終わるんですけど、カットしますね。あとはここの編み終わりにちょっと紐をつけたんですよね。紐をつけてこんな感じでお花をつけて仕上げました。今からこっちの糸始末をしてからこの紐とお花を作りたいと思います。今糸始末をしてこれからこの紐をね編みたいと思うんですけど、この紐は鎖編みを130目編んでからまた引き返しました。今から紐を編みたいと思います。130目まで編んでいきます。130目編んで今から編み始めの方に引き抜き編みで戻っていきます。鎖編みだけではなんか紐が細いし鎖編みだけの紐はくねくねって曲がるんですよね。なんか落ち着かないのでこんな感じでちょっと少し太くなりますけど戻った方が紐も綺麗に見えますしね、いいと思います。最初まで戻ります。紐ができました。これで紐がですね長さが60だいたい66センチぐらいになっています。今測ったんですけどね。これからここのこの先につけてるお花を今から編みたいと思います。最初は編んでから1個編んでここにつけますよね。そして2個目は紐を通してから編んでここにつけます。そうしないと片方を通してからでないとお花を先につけてたらここの目数の間に通せなくなりますのでね。最初は片方はつけますけど今から編んでいきたいと思います。お花も5号針で編んでいます。輪にして6目ですね。輪の中に1、2、3、4、5、6、こここの穴をキュッと閉めてしまわないで少し穴を開けときます。ここのこの紐をね通すのに必要なので開けておきます。
2段目も6目細編みを6目6で最初の目に引き抜きます。で次の段は8目にします。で最初に1目2目同じところに入れて、あとは1目1目次も同じところに2目そして1目1目で最初の編み始めに引き抜きますね。そしたらこの編み始めの糸がちょっと邪魔になるので、こっちの輪の中にくぐらせてこう持ってきておきます。後でこうつなげた時にこう絞るのでね。でここから花びらのこの先のカーブしたところここを編んでいきます。1、2、3目で次の目に長編みを1回、2、3目鎖編みをして次の目に引き抜きます。また1、2、3目次の目に長編みをして1、2、3目鎖編みをして次の目に引き抜きます。1、2、3目次の目に長編みをして1、2、3目次の目に引き抜きます。1、2、3目次の目に長編み、長編みをして1、2、3目鎖編みをして最初の編み始めに引き抜きます。花びらがこんな感じで1、2、3、4、4枚できました。で最初ここの丸隙間を絞ってないので、ここの穴に先ほど編んだ紐を通すんですよね。あんまりこのいっぱい出さないで、これこの紐の先が隠れるくらいまで引っ張って編み始めの糸をギュッと絞るんですよね。絞った後に針で抜けないようにないように何回か紐を通してこの花びらの花お花の方に刺していきます。もう 3回ぐらいすると抜けませんのでね。であとは適当にこう中にくぐらせて、カットします。
編み終わりの糸も糸始末をしておきます。こんな感じに紐にお花をつけました。でここから本体の方にくぐらせていくんですよね。これは編み終わりのとこがここなので、編み終わりを後ろに、ここが編み終わりなので後ろの方に持ってきて、表の方にこの紐を通していきます。場所はね、そんなきちっとしなくてもいいです。少しぐらいずれてもいいと思います。通すときは一番上のこの裏引き上げ、この裏引き上げ目、引き上げ編みのところに刺して、こんな感じで一目ずつ一目ずつこうなんていうんですか、ぐし縫いするみたいに。こんな感じで通していきます。今日は私一人なので、私の背中の向こうに、中庭の方にピーチがいるんですよね。それで背中しか見えないので、ちょっと今吠えてるんですけどね。おやつをあげたんですけどね、何か要求してるんですよね。主人がいればね、今日は天気がいいから、お外に出す、道路のところの敷地内に出すんですけど、今日は主人が仕事なんで誰もいないからね、あんな人時々吠えるんですよね。すいません、雑音がたくさん入ってね。こんな感じで一周して止めましたじゃなくて、一周してきました。で一周して、それから2つ目のお花をつけるんですよね。今からお花を編みたいと思います。2個目のお花も編んで、今ちょっとつけてみました。これで最後出来上がりなんですよね。まあ、左右ね、私の課題は左右同じ幅に出来上がるかが課題だったんですけど、2個目編むときにね、ここまで2個目編んだんですよね、最初。だけどちょっと手がきつかったみたいで、こちらとしたらちょっと幅が狭かったんですよ。だから1回編んだんですけど全部ほどいて、これ2回目編んだんですよね。やっぱり私には左右同じようにね、手の力加減がどうも苦手で、やっぱり片方がちっちゃくなったり大きくなったりするんですよね。で2回目編んで、ちょうどちょっと緩めに編んで、こっちと同じぐらいの幅になりました。長さがですね、
体長さがメランジの部分が15センチ、そしてモコカフェの部分がそうですね3センチですね。15センチの3センチちょうどなりました。幅が11.5センチ、だいたい一緒ですね。幅も一緒になってよかったです。これはメランジの波太なんですよね。それで本体編むのに片方2個、4個だいたい使ったんですよ。でこの紐とお花の部分がどうしてもこう足らなくて5個目を使ったんですよね。メランジ波太、あと少しもう少しありますけどね、5個目でそんなたくさんは使ってないですけど、ちょうど5個目に4個半ぐらいですかね、大体使ったのが4個半ぐらいで出来上がりました。これはショートブーツカバーなんですけど、本にはですねこの紐もついてたんですけど、こんな感じで折り曲げて写真に載ってたんですよ。こんな感じで短いショートブーツにこうかぶせる感じですかね。でも折り曲げなくてもこの状態でも使えると思うんですよね。落ちないようにこう紐で縛ってね、使えると思います。表引き上げ編みと裏引き上げ編みで、編み方はね単純なので割と早く編めるかと思います。こんな感じで今回はショートブーツカバーを編んでみました。お花も可愛いですよね。お花もポンポンにしようかなと思ったんですけど、ポンポンだったらちょっと邪魔になるかなと思ってお花を作ってみました。こんな感じでショートブーツカバーの出来上がりです。暖色系のねメランジの赤色を買ってたので編んでみました。こんな感じで仕上がりました。今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。